はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ネオスーパーハイパーウルトラギガリンクスリュウです。さあ本日なんですが、皆さん沢渡さんのですね、ネオ沢渡っていう謎スキルご存知でしょうか。このスキルですね、ちょっと面白いんですよねネオ沢渡という、スキルなんですけれども、あ、ちょっと若干見えてねえな。これどういうスキルかっていうと、自分のフィールド上にアドバンス召喚されたモンスターが存在する場合にデュエル中に一度のみ使用できるよっていう、まあ、そういうスキルで、手札の魔法トラップカード1枚を特定のカードに変える。例えば魔法カードだったら帝王の、陶器っていうカードに変えるし、トラップカードだったら帝王の闘志っていう、まあ、スキルに変えれるんですよ。で、この帝王の闘志っていうカードを僕結構好きで、なんでかっていうと、マジで無敵のモンスターが生成できるからなんですよね。これ自分のエクストラデッキにカードが存在しない場合、自分のフィールド上のアドバンス召喚した表側表示のモンスター1体を対象に、そのモンスターは効果が無効になってこのカード以外の効果を受けないよっていう、めちゃくちゃやべえこと書いてるんですよ。要はなんかその OCG でいうとこのアルティメットファルコン、レイドラプターズアルティメットファルコンとか、あとフルアーマードウィングとか、ああいう系のモンスター、基本的にその最強と言われている耐性、これを付与できるんだね、その帝王同士によって。で、これをどうやってじゃあ使っていくかっていう、まあそういう話なんですけど、今日はね、まあもちろんね、いろんな選択肢はあります。このカードを使うのに、ね、私はですね、一番強いと思ってるのは、この戦略です。重心起用バルバロスウルっていうおっさんに帝王の闘志を打って、打点3800で何の効果も受けないっていうヤバすぎるモンスターを爆誕させるっていう、これです。これが一番強いと思ってる、理論上最強。理論上打点が3800で何の効果も受けませんので、その、まあ、戦闘では破壊されます、ちなみに。はい、なんですけど、まあ、3800そんな簡単に戦闘突破できないでしょっていう、まあ、そういうことですよ。まあ、オベリスクとかには負けますけど、打点的には。まあ、ただ、何の効果も起きないんで、オベリスクよりも耐性が強いです。エランデ破壊とか効きませんので、レビオニアで破壊できません。サンダードラゴンとか、ワンチャンこれ出したら勝てます。もう。だって、何もできないんだもん、相手。突破手段ないから。強いでしょ。で、じゃあどういう風にね、出していくかっていうと、これ2体のモンスター、これなんか、特殊召喚条件いろいろあるんですけど、この2体のモンスターアドバンス召喚して出せるんですよ、普通に。なんで、魔獣の怪獣で素材用意して、光闇属性ちょっと混ぜて、獣族出して、で、2体モンスターリリースしてアドバンス召喚して、重心器をバルバルスウルに。で、トラップカードは帝王の闘志に変えられるんで、これ実質帝王の闘志が6枚入ってるみたいなもんなんですよ。なんで、6枚耐性の帝王の闘志をセットして、で、撃つと。バルバロスウルに。まあ、そんな感じです。で、一応、獣族モンスターを光闇に散らしてるんで、レビオニアが出るっていう。まあ、そんな感じですね。はい。マジでね、決まったら、マジ理論上最強なんですよ。決まったら3枚コンボです、ちなみに。この、怪獣と、あとはまあウル、もしくはまあ魔人でもいいです。絶対服従魔人。これでもいいです。これどっちかと、トラップカード取りたいんで。まあ、そこそこですね。そこそこ、まあ、魔法カード引きたらちょっときついですけど、魔法カード引いたらマジで宇宙起きるんで、今日はですね、この理論上最強デッキをね、お見舞いしていきたいと思ってます。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ゴンちゃんじゃん。待たせたな。本日のデュエルの主役、サバタリシングの登場だ。行くしかないですか。レビオニアあるんで、まあ、まあ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 って感じだな。ほっ、おら、謎のモンスターを3体、そして俺は3体のモンスターを、2体のモンスターをリリースし、アドバンス召喚。まだまだ行くぜ。さあ終了は3800ポン出し、3800棒立ち、さあ終了弱っ、3800棒立ちは弱い、さすがにハードはセット。はい、何ですかこれは、一体全体どういうできるか。あ、シルバーガジェット強いね。さあ、手札から、レベル4の機械族を出せる。ゴールドガジェット強いね。あ、そう、強いね、これシルゴル、シルゴルシル、なるほど、シルゴルシルは、まあ、割と強いね。まあでも3800は超えらんねえっていうな。一体とりあえずネオサワタリするしかないか。先にこっちか、光闇除外。俺は墓地の光って闇のモンスターをゲームに始めし、いけ金銀竜、レビオニア、レビオニアのモンスター効果発動。来たか。
パルスボムになると。パルスボムになるとね。パルスボムになると。まあ、バックはさすがに破壊するでしょうね。バックはさすがに破壊していく。ゴルシード破壊する必要あるか？破壊したらなんか出てくるんだよな。破壊しない正解説。一旦。破壊しない正解やな。何もしない。で、攻撃表示に変更。そして、スキルを発動。こいつだ。俺は強欲な亀を、最強カード帝王の闘士変える。そしてカードいったセット。俺はこれでターン。よし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 。速度帝王の闘士発動。俺は重心器をバリバラスウルを対象に取り帝王の闘士を発動。このカードの効果によって俺は重心器をバリバラスウルは全てのカードの効果を受けない。帝王の闘士以外の全てのカードの効果を受けない。つまり3800何の効果も受けないモンスターバックタウン。理論上見るか、このモンスターこのカードの効果、自分のヘッドジャンプ召喚してもてかい表示モンスターいたら対象の通り、そのモンスター効果は無効になり、このカード以外の効果を受けないんだよ。俺が最強カード。俺はあとはひたすらこの2体の最強モンスターたちでぶん殴り続けるだけ。僕は君が泣くまで殴るのをやめない。僕は君が泣くまで殴るのをやめない。ハキコはいいかディオ。無限に壁生成されたらめんどくさいですね。無限に壁生成ガチでめんどいっていう話はありますけれども、これランク4でもね、この重心器用バルバロスウルをね、あの帝王の闘士を発動したバルバロスウルを突破できるモンスターいませんので、ランク4で今デュエルリンクス環境においては、まあ、レビューには別にね突破されてもあの別にどうでもいいんで、重心あこれはもう本当効果発動した後はもう本当何でもやり捨てモンスターなんていうのはやり捨てモンスターなんで、これ別にいいんですよ。重心器をバラバラするは3800の打点をシンプルに、なんだあの戦闘で破壊できなかったら相手突破できないんで、まあ、戦闘で破壊ね、言ったでしょ、こうなるんですよ。やっぱ俺ってばカードに選ばれてる。さあお相手の方、進化した最強ドラゴン、だけど相手にとっては強っ、ハンド強っ。とりあえずこうですね、魔獣の怪獣を発動。魔獣の怪獣の効果によって俺は全ての光属性闇属性の下敷きをデッキから手が流すで、これによって俺は2体のモンスターをリリースし、アドバンス将軍絶対復讐魔人バックタウン。お前誰やねん、お前誰やねん。ネオサワタリのスキル発動は、これによってトラップカードを帝王の闘士に変える。そしてカードを1枚セット、カードを伏せるぜ、カードを収納するぜ。勝負がついちゃ面白かやない。でこれ次のターン、レビオニアで分からせます。最強ハンドきた。まあちょ帝王の闘士はなんかカードの効果にあのチェンジしたいですね。できれば調和の法達いいでしょう。調和の法達、あでもこれあれだな、これ先に言っといたら、ここは今もうこれで月の人とか引かれる心配ないから、これで3500のあれですね、最強モンスター爆弾、3500何の効果も受けないモンスター爆弾。はい、青木の剣士どうぞ。青木の剣士全く問題ないよ、全くと言っていいほど問題はない、もう性が問題ない、全く問題ない。ちなみにツインバーストとかされても全然大丈夫ですからね、だって何の効果も受けないから。さあ3500の方最強モンスター爆弾したぞ、セット。ああいいだろ、エンドフェイズ。おいや全然いいよ、全然いいよ。一番やばいのはね4500のねパンチなんだね。あのネオブルーアイズアルティメットドラゴンっていうなんかやばすぎるモンスターいるんですけど、あのモンスターがマジでやばいっす。まあ、でも前破壊しといたら、まあそんなになんか簡単に3体融合は飛んでこないと思うけどな。はいはい、いいでしょう。ブルーアイズ、まあ実際ってブルーアイズが4枚入ってるんでデッキの中に。あーいらないね、めちゃくちゃいらない。まあ、今はできればね、あの分断の壁が良かったんだが、とりあえず光と闇のモンスター3体をゲームから除外していく。これで俺は根源流レビオニアを特殊召喚、根源流レビオニアの効果発動。根源流レビオニアの効果によって相手のフィールドのカードを2枚選んで破壊するぜ。まあバックほっといて
いから、まあ、前2枚破壊してで1枚しょれば、まあそんな簡単に3体融合は飛んでこないでしょう。さすがに、まあ、じゃあなんならトラップカード使ってくれみたいな話だけどね。使ってくれた、やった、マジか。インガ切断、はいはい、白毛エリュー捨てる。あ、まあ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 、いいでしょ、全然それ全然大丈夫で、青眼と、青眼破壊して、はい、でバトルフェイズな、なに、これなんかあんの、なんかあるね。え、これあれか、ディープ、なんかディープアイズ、ディープアイズだっけ、あれか、違うな、なんだ今のチェーンは、これディープアイズかな、ちょっとこれ気になるわ。はい、ディープアイズあんのかな、ディープアイズだね、ディープアイズ、ホワイトアロン来た。今死にます、これさすがに死にませんかね。ドラゴン族が1234、6枚、はい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 、全然大丈夫ですよ、問題ありません。3000ですよね、打点3000になりますよね、全然問題ないですね。だって僕の魔人打点3500ですから、全く問題ないです。一番やばいのは3体融合、マジでマジで一番やばいのは3体融合、セットはいいで、太古の白石効果で青眼回収ね、そこまでも全然いいよ。ディープアイズホワイトドラゴンは、ヒザコマカードが効果で破壊された場合に相手フィールドのモンスターを全て破壊する、まあ、つまり、戦闘しない、戦闘しかしない戦闘強のこのデッキでは何の意味もないということですね。ちなみにこの絶対服従魔人さんは手札があるとだって殴れないっていう効果あるんですけど、めちゃくちゃ来るのこいつ、手札があると殴れないっていう効果も、帝王の闘士で無効にできるんで、めちゃくちゃ強いっていう、そういう話、そういうスタイル。青眼回収してくるでしょうね、まあ、青眼回収してくる。で、一番やばいのはこれで、ブルーアイズ見せつけられて、オルタラ出されて、でオルタラ青眼青眼って3体融合されると本当に本当にきつい。気づかないで、もう融合して、もう2体で融合してぶん殴って、うん、進化した最強ドラゴン来た、進化した最強ドラゴンの効果、ブルーアイズホワイトドラゴンとブルーアイズホワイトドラゴン見せつけることによって融合データに生成していく。ペガサスもびっくりで、ペガサスもびっくりのスキルを使って融合発動、これ3体、あ、でも3体じゃないか、もうこれ3体、オルタナティブ、フィールドで巻き込めないもんね。あれ、フィールドか墓地じゃないと、ブルーアイズならないから。あー、オッケー。すみません、もう全然いいよ。やった、これでアルティメット出てこない。究極竜出てこないじゃん、もう。やった。バトル。あ、効果読みではない。でもさ、これさ、言うて、俺もさ、これ戦闘で破壊できないから、めんどくさいっていう。これ戦闘で破壊できないのめんどくさ。だる。やばい。これ、これ遅延行為食らうかこれ。もしかして、ツインバーストの遅延行為食らうか。あとテキスト読め。帝王の当初のテキスト読め。帝王の当初のテキスト読め。やばい、これどうしよう。分断の壁来た。ありがとう。分断の壁セット。え、これどうしよっかな。あ、でもあれか。まだね、俺のデッキにはね、ライトロード、トワイライトロードファイターライコーっていう最強モンスターいるんで、あ、でも除外されてんだもん、もうライトロードファイ、ライトロードハンターライコーが除外されてるから意味なかったわ。やばい、マジでこれ遅延行為入る。え、テキスト読め、軍団の壁発動、テキスト読めよ、テキスト読め、あ、ぶん殴ったら勝ちや、やった。あ、やった、あ、やった。さあ、テキスト読まない原人類困っております。え、なんでこのモンスター除外されないよって思ってます。だって帝王の闘志発動してるんだもん、だって帝王の闘志最強なんだもん。さあ、敵固まってる、固まってる。めちゃくちゃ固まってんじゃん、めちゃくちゃ固まってんじゃん。バグってね、このゲーム。なんでこれ除外できないのって思ってるんだろうな今頃。一個言ってやろうか、テキストも読め。さあ、お相手の方、覇王10代、なるほど、覇王10代サンダードラゴンですね。俺のターン、俺は魔獣の怪獣の効果を発動、魔獣の怪獣の効果によって光属性のモンスター、ちょっと闇属性引いちゃってるんですよ、ごめんなさい、闇属性引いちゃってるんでごめんなさいと。そして俺は2体のモンスターをリリースし、アドバンス召喚現れろ、モンスターをアドバンス召喚、
新重機王け、バルバロスール、そしてカードを1枚セット、カードを伏せるぜ、これでターンを終了するぜ。どうせサンドラだろ、どうせサンドラだから帝王の投手、これこれって勝ちだ、勝ち、帝王の投手はい、突破できますかと、はい突破できますか、3800何の効果も受けないモンスター、突破できますか、できないでしょうね、悔しいでしょうね、3800何の効果も受けないモンスター突破できませんね、多分ね、悔しいでしょうね。ダークフュージョン、なに、あ融合召喚、あ、あれ、あ現れろ、モンスター効果発動、あ、え、ああそういう、ああワトルだ、ダークダイヤの攻撃、あ、そういう、あ、そういうこと、あ、そういう、あ、そういう、あ、そういうことですか、一回一瞬報いていいですか、一瞬報いまーす、ちょっと一回ダークアイ君とこ行って、で、セットで、エンドするしかない、エンドするしかない、やばい、あ、そうだよな、でも今リバース効果発動したらこれダメだ、ダークアイを取るしかない、あ、ダークフュージョン発動、あ、え、うそ、うそだよ、もっとやばいの来たよ、やっば、やばいって、それはおかしいって、これ理論上最強に来たんだよ、なんで負けたんだ